今回はピリ辛が美味しいピリ辛肉野菜炒めを作ります。まずはピーマンを縦半分に切って洗いながらヘタ、種を取っていきます。ヘタ、種を取ったら横にして千切りにします。全部切れたら一旦待機してもらいます。次に玉ねぎを切っていきます。玉ねぎは薄切りに切っていきます。切れたら一旦待機。次にキャベツを切っていきます。キャベツは硬い芯だけ切り落として適当にざく切りに切っていきます。次に人参を2分の1使っていきます。ピーラーで皮を剥いていきます。皮を剥いたら輪切りにして、輪切りにしたやつを千切りに切っていきます。切ったら横に置いときます。次にバラ肉を1枚を半分から3分の1に切っていきます。切ったら一旦待機してもらってフライパンを温めていきます。中火、サラダ油適量、豆板醤小さじ1、バラ肉を焼いていきます。バラ肉を入れるとき油が跳ねるので気をつけてくださいね。豚バラは色が変わるまで焼いていきます。バラ肉が焼けてきたらピーマンと玉ねぎ炒めていきます。大体30秒くらい炒めたら、キャベツを入れていきます。キャベツがしんなりしてきたら調味料を入れていきます。塩コショウ適量、最後に人参を入れます。人参が柔らかくなったら調味料を入れていきます。豆板醤小さじ1、オイスターソース小さじ1、あとは全体に絡めて出来上がり。火を止めます。お皿に移していきます。とても美味しいので試してみてね。